第17期女流王位リーグ実況の鳥谷幸典でございます。解説は阿久津翔太プロです。引き続きよろしくお願いします。よろしくお願いします。それでは対局の準備ができているようです。第17期女流王位リーグ第2節 B タグ3回戦勝敗の開始です。立ち会人山田博之の合図によって今対局が開始されました。さあ3回戦ちいちゃから東なんちゃ内田シャーチャ秋ペーチャ川原の並びとなりました。トン一曲ドラローマンです。親は東沙織。ハイパイを見てみましょう。さあメンツはありません。急走からなんちゃ内田ピンズ多めのハイパイシャーチャ秋さあ2メンツのハイパイを手にしました。ペーチャ川原ちゃんた3色もあるでしょうか。入れば高い。ただドラがまだ誰も持ってないですね。はい、ドラがどこに行くか。ドラのローマン4山です。秋、はい、さんが形はいい。川原さんはちゃんたや3色、東さんは2差しの3色と、はい、ったような手配が見えてますね。手役が整えば終盤ぶつかりそうな。はい、ここで内田さんはピンズの本位置がかなり大きく見えてきましたね、はい、さあチュン泣いていきました内田。はい、本一チュン白とか重なればね満貫もあるし、はい、まあなんか今はねピンズ下がないですけど、なんか例えば13とか12とか引いて一通がついても満貫と打点の見込める形です。ドラ引き秋。いやこれは嬉しいですね。一気に打点がついてきた。さあ本日は川原が2連勝しています。はい、このままね川原さんとしてはプラス伸ばしたい、はい、めっちゃいいとこ引いた。うーん、カンチーマンめちゃくちゃ嬉しい、はい、しかもくっつきの形も優秀、はい、そして東もこれまた嬉しいチーマン引き。はい、これで2差しの3色ですね。ここも一シャンテン。さあこの曲ぶつかりそうですね。いやそうですね。うわいいとこ引いた。チーマン3万って今引いてきましたね、はい、さあ2差しだ。いやこれ2ピン切るの勇気いりますよ。3ピン1枚切れで、はい、内田さんがピンズなんで換算ピンあんまり期待できないんで目いっぱい持つかと思いましたけど、はい、ただ、はい、これはもう2差しにならない手はいらないよっていう、はい、3ピン引くわよのだ2ピンです。はい、初もで、あ、初は2枚切りですね、はい、ん白重なった。あ、これ嬉しい。さあ白ならばん、川原1枚ですね。白これはつもぎりか急走か。チーソーが3枚見えてて、はい、あのソーズ6789で持ってる。あ、ペン酸素入った。価値がないと。さあ白難があれですね、ションパイなんで、ちょっと打ち切れないですか。はい、2枚切れ3万2枚切れなんで2ワン1ワンと、はい、そしてローピン。ああもう打っていきますね。いや勝負してますね、はい、さあマッチは変えれますが続行か。打点は下がる、はい、ウッパーピン2枚使ってる2目なんで弱いんで、はい、白9ピン続行しましたね。さあパーピン引きの秋、内田からピンズが余っていますが勝負いってる。打っていきました。自身の手配価値がめちゃくちゃ高いですからね。はい、さあ東も3色が見える形だ。白は山に1枚だ。9ピンは2枚いますね。さあどのくっつきが強いか。はい、パーソーは横にくっつくのは弱いけど2ソープラスウッパーソーって考え方すれば結構強そうということで残しましたね。9ピン1枚でしたね、失礼しました。ここでこれが2枚目。はい、あと白1枚ですか。はい、高めしかありません内田の白。いやこれは絶好だけどピンズかぶってるから、はい、そこまで期待できるあれじゃないけど、ただ東さんがねローピン切ってるんで、はい、それを内田さん、そっかローピン切ってからチーピンつもぎりだからローピン通ってる状態、はい、実質現張りみたいなもん。あ、3ピンのつも上がり秋タンヤをつもピンフイーペーコードラ1 2004戦の上がりです。いや見事ですね、パーピン押し切ったのが見事でした、はい。
秋さんって本当なんか放銃しないように固く打つ、はい、ところは固く打つの本当に定評あるんですけど、はい、こういう大事なところで押しますよね。ちゃんと仕上がり物にするとやっぱこの繊細さですよね。柔らかい選び方やその繊細な押し引き、はい、それがあっての、二階堂秋と言っていいでしょうか。そうですね、はい、さあトン2曲内田の親番ドラはチュンです。ダブトンの統一が見えます。内田十分手なんちゃ秋はおウーマンのあんこを2面あれイーシャンテンですか。カンチーピンのターツもありましたね。はい、イーシャンテンなんですけど打点ないですね。そうなんです、はい、何もないんです。チーピンから入ったらもうシャンポンリーチ打つんですけど、はい、それ以外のテンパイどうすんのって思ってますね。これヤンワンですね。縦も見つつ、はい、いいペーコンもあると。さあ川原もまとまりそう。3万入れた東ん内田もいいシャンテン、はい、上がりは見えそうな状況。川原さんもいいシャンテン。さあチューンをどうするか。東はペーチャーです。シャーのあんこ川原さんとしては、はい、チューン引きかもしくは一通変化が欲しいですね。次に移る、はい、こちら、はい、あもう自力で引いた。何の問題もない。ここでチュンとします。はい、単野変化プラス一通変化と、はい、現状ピン風テンパイです。ウーパーピンイーマン引きどうだあるでしょうか。あしかしパーピンが出ました。川原の上がりピン風先天。いや今日は内田さん厳しいですね。せっかくの親番がこんな一瞬で流れるっていう、はい、はい、ここまで内田は2回戦まで今連続で4着を引いてしまいました。そうですね、なんとか3回戦である程度戻したいってとこだったんで、はい、いやそうですね、はい、ちょっと感触悪いなって感じはしますよね。さあトン3局です。なんか良さそうですよ。親は川原ドラはチーソー良さそうとの親は秋さんですね。さんのあ親は 秋ですね。失礼しました、はい、トン3局秋の親番、はい、十分、うん、いいハイパイ。川原さんもドラ1はあるけど若干遠い、はい、メンツはありません、はい、シャーチャーズマシャーが統一ドラ1十分。内田は第1相撲でピンズのメンツができました。秋さんはここは目いっぱいにしてリーチを打ちたいですね。はい、あっと今の間違い1トリアと数えられてしまいました。失礼いたしました。5トリアまで許していただいておりましたがまだ1なんで大丈夫ですね。はい、珍しくここまで0トリアだったんです。いやーこれ嬉しい。あローピン引き、はい、リアンワンスーも払っていく。はい、いやタイヤを変化とかしたらかなり大きい、まあ、しなくても大きいですがしたらさらに大きい。いやそうですね、はい、さあ内田さんはもうここで急走切っちゃうか自敗切るか。自敗切りましたね。急走残しておくことで小走2回引きも対応できると、はい、ということで急走は残しました。さあこれで急走か。急走ですね、はい、単野方向。さあ秋は3ピン。いやこれリーチ行きましょう。これはノベタンでドラ引きを狙います、はい、リーチに行った秋。いやこれはドラ引いたら今回は秋さんのゲームかってなりますよ。はい、さあ親から先制リーチ。さあ数チーソー数えますか。チーソー1枚数ソーが1枚2山、まあ、延べ単なんでね2枚あれば十分、はい、延べ単2枚片方は高い方、はい、まあ、もう1枚ぐらい本当は欲しかったですけどまあ2枚あれば、はい、許容範囲ですね。いやドラ引いたら本当に大きい。ドラ引くと大きい。さあ立ち向かえる人はどうだ。川原さんはとりあえず安全牌使っていく、まあ結構もう押せなそうですね、はい、東ももうこれは撤退でしょうか。うーん、内田さんはリアンワンは大丈夫。いやいや粘れるかどうか。そうですね、何もほぼ大丈夫として、はい、ただ急走がどうかって感じですよね。はい、ちょっとまあ親のリーチに無数字っていきたくないですね。急走しかもドラが小さそうだけに、まあテンパイすればね全然見合うんですけど、はい、もう1枚危険牌を引くと急走プラスなんかってなっちゃうとちょっときついかなって感じですね。
さすがに2枚はってなりますか。はい、やっぱり押すときの基準で1枚はまだ許されるけど2枚は本当にきついんですよね。うん、いやただこれはとりあえずチーピン通ったんでチーピン、この先どうするか。はい、戦えるかもしれない内田、そして、はい、スチーソーは、いやースチーワンがかなり薄くなったんですよね。5枚見え、ソーズは全然通ってない。ただ降りるならスーピンしかないか。はい、現物はスーピンだけとなると、あーしかしここはいや見合ってないですね、手配が。スチーワンが薄すぎて1枚しか安全牌ないんでね、ちょっと降りるの嫌なんですけど、はい、ちょっとこの先あまりにも厳しすぎるということで一旦スーピンを打ちました。はい、次はローピン、数層のつもり1つもドラ1、2000オールの上がりとなりました。秋、まあ、休めでも十分2000オールは大きいですね。はい、山に2枚しかない上がり牌引き当てました。連チャンとなります。トーン3局1本場です。最近イメージチェンジをした秋です。そうなんですね、髪が黒くなりましたね。はい、はい、3日ほど前に行ってきたようです。あのそうですね、そういえばツイッターで書かれてましたね。はい、えこれめちゃくちゃ良いですか。ハイパイなんでしょうか、これ終盤のハイパイあの手格好に見えますね。はい、ニシャンテンですか、ジャントーがなかったですか。ヤンシャンテンですか。はい、はい、ん初アンコは内田、2メンツ、マンズの本一、チャンタなどありますか。これでイシャンテンだ。圧倒的すぎる、これは。広い、圧倒的すぎて、はい、数ワン引いたらリャンハップなんで、はい、もうテンパイより数ワン欲しいですね、なんなら。あでも内田さんもこれで綺麗に本一、はい、うわもう何12種類ぐらいありますか、これイーシャンテン。いやめちゃくちゃ広いですよ。はい、でも川原さんもイーシャンテンだ。さあ早い決着になるかもしれません。ただ内田打点あるぞ、一旦テンパイか。これはやってない、ここは取らない。広さを優先しましたね。はい、イペイコ高めイペイコ の, あの含み残すかどうかっていうのがあったんですけど、はい、ロスを切るのが圧倒的に広いと。さあ余裕のテンパイ拒否。もうロスをチーピンなんてこの手からテンパイって言えないですね。いや嫌ですね。はい、これでロスをチーピンに。はい、東も手が進む、うん、どうだ、シャーンコだ。来た、さあ内田が来るぞ。あとはドラ表示牌のペン3マンどうなるかですね。いやそうですね、内田のペン3マン、はい、そこがネック。東さんただ楽しみだ。どうだ、引けるか、いいピン。全然テンパイしない、秋さん。ちなみにドラはあれ、ドラ誰も持ってない。ドラの数万は今東に来ましたね。まだ3枚ある。はい、いやこれ秋さんドラから引いたらめちゃくちゃ大きい。3ワン、ウーワンは切ってる、ま、ただリャンワン引きは嬉しい。3ピン切るありますね。 E ピンが3枚切れ、3切れですか。はい、はい、3ピンだそうですね。なんかいろいろあって2差しにもなってしまう、そんなパターンもありそう。そうですね、はい、まあ、東ドラドラそうかな。でも、まあ、ちょっと難しいですか。はい、次のテンパイでリーチ打ちそう、リーチになっちゃいますか、やっぱり。はい、そうですね、あるとしたら数層引いて闇点からの数ワン引いてスライドぐらい、はい、あこれはテンパイピンフ、まあ、闇点ですね、これは。はい、もうドラ 引いたらメンタンピンドラなんで、それを待ちつつって感じですね。さあ東ペンチーマンのテンパイですが、ドラが出る形のためここは取らずの9万、はい、9万泣きません。内田秋がスーチーソーピンプのテンパイ。いや内田さんの9万スルーも結構泣いてもいい手だったんですけどね、はい、泣くかと私思ったんですが、ここはやはりペン3万の形が苦しいという判断でしょうか。そうですね、はい、まああと9番地だとトイトイとかの薄い可能性もある。川原関数万のツモ、ツモドラ1500戦は1本場で600戦100。いや大きい、もうなんかもっと順目が早ければイーソギーリーチもあったと思うんですけど、はい、もう順目はもう十分もう立っちゃってるし、ここはツモと。
やー、木さん勝負手だっただけにね、そのドラこっちに来てればっていう感じでしたけど、はい、ここは川原さんがそうはさせないという感じでしたね。さあトン4局東の親番ドラはイーマンです。あ、東じゃない、また1個間違えました、川原の親番ですね。トン4局失礼しました、まあ、まだ2なんで大丈夫ですね。はい、はい、ニトリアということになりますか、はい、失礼いたしました。トン4局川原の親番です。7、8、9の3色は若干ある、はい、内田は1面通、今のところまだ打点がないからどうするか、はい、まあ、単野を見つつぐらいの進行ですかね、はい、ん、秋は2面通、2面ターツもある。あとチョンボトリアの名前いただきました。ハネマントリアになるまで頑張ります。さてここは内田もまとまればですか。一応親の現物プラス自家製のシャアだったんですけど、それ残さなかったですね、はい。東さんどうする、ピンズに寄せるかどうかだけど、ピンズの形も良くないんで、ちょっと本局は守備気味になるでしょうか。はい、まあ一通とかになればって感じですね。はい、ちょっと今回は全員手が重たいですね。いや、そうですね、秋が比較的早めぐらいですか、はい、そうですね、はい、そこだけですね。ただ秋さんも打点はね現状ないんですよね、はい。ここも普通のピンフの感じでしょうか。あ、でもこれで面単ピンになりそうですね。はい、マンズが両面になった、はい、パーピン入った川原、川原さんもこれで結構速度がある程度出てきました。はい、東はまだ面ツがありません。うん、東さんはやや厳しい。はい、内田は2面ツ目、うん、ここでペンチーマンのターツを払っていきます。ペイの統一落とし、なんか役がつかない、はい、テンパイは微妙ということで、まあ、ドライワンということで役牌の重なり嬉しいというのもありますかね。ちょっとどれか選びづらいと、はい、仕頃もあるしドラもあるし役牌重なりも嬉しいみたいな。東ですね、はい、はい、ここからペイ統一落とし、はい、はい、なんちゃの東トン白の重なりを見てペイの統一に手をかける。ただちょっと危険ですよね、結構落とすならチーピンの統一落としの方が後々、はい、安全度が全然違いますか、はい、うん、この手からペイ統一落とし、して安全牌ない状態でリーチ受けるのは怖いですね。ちょっと親からとか特に安全牌全然なくなっちゃうんで、はい、ドラ切った、ドラがちょうど切られたんですね、アキさんから、はい、合わせた形です。はい、まあ、これで単野と仕頃という感じですね。いや、これは十分系。さあドラ引いてもいい。いや、秋さんもこれ十分系。さあぶつかりますよ。トンはションパイ、はい、ダブトン東が1枚持っています。川原重ねました。なんだこれ。まあとりあえず、まあ、一旦それはいいですか、はい、イーペイコーができた、タンヤをピンフ、イーペイコー確定リーチ。いや、これ内田さん、町はウーパーマン、ウーワン出る可能性が、そう、いやでもウーワン出るんですよ、まあ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 出ちゃう、まあまあ出ますね。ウーパー装備機なんてもうウーマン打ちしかない。そうなんですよ。あー、どうだこれ、どうなるんだろう。いや、何を引く、んマンズ、違う、リャンマンじゃないか、これリャンマン、リャンマンは違いすぎる、まあ、ただイーマンさんも、あ、違う、リャンマンテンパイだ、テンパイ、リャンマンは、テンパイ、テンパイですね、はい、あ、そうか、うん、イーマン打ちで、むしろ嬉しい、リーチするかどうか、ウーパーソー、闇点を取った、はい、ドラ打ち出なくなった、パーソーだ、内田の上がり、タンヤを1300。いやー、内田さん、これもうウーマンめちゃくちゃ出そうでしたからね。いやー、そうですね。いやー、これ嬉しいですね。40回避で内田の上がりになりました。はい、さ、勝負手でしたからね。はい、なんとか窮地に一生を得たような1300、大きいですね、はい、さあ難一局です。親は東、ドラはチュン。
東のハイパイはメンツはありません。両面ターツが2つ。時間はかかるけど面単品みたいな感じですね、はい、さあ内田純ちゃんが見えます。はい、思い切ってウーピンから。秋はあーっと3面ツ、はい、いいシャンテンでしょうか。ジャントがなく両関係がありました。川原さんもまあまあ手良かったんで、はい、ドラの中引き川原さん、秋さんがぶつかりそう。いやーこれは早い人がいる。秋さん、なんなら関数装置までありますね。ありますか。396のトップ目ということで、はい、まあ局を進めたいってことですね。はい、ただ、はい、ちょっと変化すればうっかり3色みたいなのもあるんで、はい、それもある分、まあ、これはとりあえず言いそう。はい、単野にします。はい、どっちもあるって感じですね。ドラドラだ川原。あー嬉しすぎる。いいシャンテン。いや、ぶつかるね。ぶつかりますねこれは。はい、この手をものにできれば川原3連勝も見えてくるかもしれない。そうなんです。さあそしてん？どんどん良くなる。どこだ。いやこれ数ワン統一落としもある。ポンテン効かなくなるけど、はい、山さすがにポンテンは効く形にした。はい、さあチュンはまだ2枚山にある。ピンズが変化しやすいんで、はい、もうチュンのポンテンは目つぶって。うわ9ピン入った。数ワンもあった。あ、ちょっともう目まぐるしいですね。そうなんですよ。うわ、スンソ入った。あ、サブローピン、タンヤオピン、フテンパイ、サブローマン。三色ですよ。うわ、チュンの半。どうなってますか、これリーチあるか。リーチない、チュンドラさん。なんだこれ。高い高い老朽マン、どうなってますか。いや、しかも、アキさんも単品三色ですよ。はい、つまり、大変なことになってるよ、これは。大変だ。いや、大変なことになってる。サブローマン対老朽マン対。大変なことになってる、これは。そして、いやこれ3万とかいつ出てもおかしくない。まだ大丈夫。ああ3万出ない。危ない。さあ内田は純ちゃん3色がある。いやここも相当。どこだ、どっちがどう上がるんだ。町は変えない。もう変えようがない。これはずっとサブロー1。ここももうずっと6級1。はい、サブロー9万がとにかくアウト。いや内田どうだ。これはテンパ入れたいぞ。これ内田さんも東さんも形十分なんで、はい、もう全員ぶつかりますよこれ。これはもう上がりで終わる曲に見える、うん、はい、もうこれは誰かが喜ぶ曲ですよ、はい、確実に。あーげ、テンパイ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 です。これはリーチか。いや闇天か。純ちゃん、はい、十分出上がり5200十分。いや全員自分が一番いいと思ってる。はい、全員一番いいと思ってる。みんながいい。はい、いやもうそうなってますよこれ完全に。さあ緊迫感、そして速いモーター。どうだ、サブローマン。ローマンの角脇。いやー川原のドラのチュンのあんこ。さあ単品角700、1300の上がり。いやもうアキさんとしてはね、あ休めの方かって気分ですけど、いやー実はこれが、はい、はい、純ちゃん天杯とチュンドラさんという。そうなんですよ、すごい曲でしたね。いやアキの単品角すごい曲でしたね本当に、はい、いやここまでぶつかることありますかってぐらいのぶつかり方でしたね。はい、あまりないですよね。はい、何2曲になります。内田の親番ドライーソ。内田のハイパイがいいぞ。いいですね。マンズが6689ん、これ3色のイーシャンテンですね。はい、789イーシャンテン、強烈なハイパイを手にしました。はい、さあ秋は今回メンツはありません。ドライチ、まあ、ちゃんと3色みたいな手ですね、はい、川原はマンズで1メンツ、東はバカゼのナンが統一、そしてソーズでメンツができています。もう両面なんていらないと。これは789。さあ問題は東さんがナンを泣けば簡単に上がれそうなんですけど、はい、1000点を良しとするか1000点で231持ちで何3曲いってどうすんのっていう、はい、ちょっと不満が残りますね。そうなんです、はい、ただ打点に変化させるのが難しい。だからちょっと悩むところですね。上がっちゃうというのも手ではありますか。手ではある。まあただ現状泣きたくないですね。はい、なんとか打点は作りたい。うん、もう本当1枚スルーして何があんこになるのを祈るぐらいの方がいいぐらいの、はい、やっぱ展望状況な気はします。内田ペンチーマンペンチーピン。さあ分岐点一通との選択、これドラだけに3色とはお別れでしょうか。はい、チーワンも1枚切れになりましたし、はい、か
三連装は山にあと2枚。いやでもこれペンチーピン残っても三連装になってもまあまあ盲点ですよね、はい、内田さんの皮。ちょっとこの内田の捨て牌何に見えますか。異常すぎますね、はい、国士にも見えますか。はい、ちょっと変則手っぽい。はい、まだ中チャンパイしか切ってないです、はい、八尾中を出していません。はい、で本一っぽくもないとなれば、まあ、よくあるのはちゃんたっぽい進行、はい、まあ、となるとちょっと連想は出づらいか。ただチーピンは出てもおかしくない、はい、ドラそばということで連想関連想は全然想定に入るダーツです。秋は想図の一通を作りつつですが、サブロー急走三度受けという形。三度受け、三度受けです。ちょっととおいそれとなかなかうまく入れるには難しいでしょうか。川原さん、単葉プラスうっかり2差し回るから3番は残したい。はい、何はネックですね。どうしましょう。何切っちゃってもいい気はしますけど、9番から切った、丁寧にいきました。東はこのいいシャンテン、まあ、川原さんの手は Q1 残したところで、はい、わあそう入ります。天杯単八尾の天杯、二差しの変化を待つ。難が出て東が天杯を取ります。はい、もう順目も深くなったんで、はい、サブローマン渋々ですね。出上がり1300。さあ親の内田、天杯を入れることができるでしょうか。二人に天杯を入れられてしまっています。G1 マキさんは初スルーしましたね、うん、ちょっと一通だけで十分と、はい、先手上がりに行ってちょっとリスクを負うのは危険な状況という判断ですね。想図の形が苦しいのもやはりそういう、あー、ストリアンマンだ、これを待ってた。さあリーチかどうか、ここは闇点だ。イースーマン、イーマン、ここに3枚ですが上がりたいのはスーマンです。スーマンは山に2枚。こういうなんかE班もしくは4班は結構闇転しやすいんですよね、はい、なんかリーチの打点上昇が E 班からと4班からアップがそんなないんで、はい、E 班か4班か、はい、これ E 班積もったらフリテンリーチもありますか。いやしないですね。さすがにこれ積もりますか。積もります。あー、ここは東の積も上がりです。なん400、700。いやもう途中まではね何するだったと思うんですけど、順目見てもう仕方なく何ポンってことですか。はい、もう川原さん勝負手やったんで、その妥協のポンがまあなんとかこれでね、あのまだ浮きの目も残ったんでいい判断でしたね、はい、さあ難3局です。秋の親番ドラは吐く、どっちか厄配重なれば嬉しい。重ならない、はい、またちゃんたか。でもいや、ちゃんた寄りですが、まあ、まずはシャーから、はい、無理にちゃんたに行くような状況ではないでしょうか。はい、さあそして川原はピンズで一メンツ。東さんいいですね。東いいですね。ドラが誰もない、はい、内田初統一。さあこれである程度メンツで秋さん、はい、何から切りましたね。シャーなんと打っていきましたね。はい、手にははい、まあ、トーンが残って、うん、結構なんか後々残してダブナンポンされる方が面倒、うん、という判断で何ですか。はい、はい、自分の重なりも嬉しいですからね、何は、はい、だから残すも自然だったんですけど、はい、ここは残すデメリットの方を嫌いましたね。それは浮きがやはり影響してるんですかね、自分の状況。まあ浮きというより、はい、あの今回ドラ吐くじゃないですか、はい、例えば何後々持ってて、例えば川原さんにポンされた時とか、ダブナンドラドラとかも警戒しなきゃいけないから、はい、相当やりづらいんですよね。相方に白がいた場合、はい、打点が伴ってしまうからってことですか。はい、なんで重ねられる前にもう切りたいと、はい、まあ、別にポンされたところで、あの、まあ、別にその後のやりやすさはまあなんとかなると。うん、形良くなってきましたね、はい、十分な形。川原は白を重ねたいところ、山にまだ3枚あります。ドラの白
さあ、東さんはピンズ889全部切っていくイメージですね。あ、スピン嬉しい。いいペーコーができた。一気に勝負手になってきた。川原さんはほぼドラの白に依存したような進行ですね。うん、依存した進行、はい、そうですね、重ねたいですもんね、あの白。そうですね、はい、で逆に重ならなかったら、はい、手牌に豊富な安全牌を使って降りれると、はい、今回シャアは受け駒、トンも受け駒というような。そうなんですよね、非常にそのなんか降りようと思えばいくらでも降りれるっていうのもあって、まあ、やりやすい手ですね。攻守兼ね備えた手格好になっています川原。はい、これは縦、いや縦見るありますね。チートイツとかにしちゃうっていう手もある。3番とかやっぱ白は切りたくないですからね。ただ白重ねた時に、はい、一番何が価値高いか、リャンワンにしましたね。白重なった時にトントンとか落としてっていう方が上がりやすいだろうと、なんかチートイツのインシャンテンよりも、はい、さあ白がここに来た。いやもう知らないって言って切ってもいいですし、知らないダーハクですか。ただ6球ピン3枚切れか、はい、6球ピンがちょっと薄いか、ちょっと9-1ぐらいで許してやるかぐらいの9-1もありますね、はい、ただなんかハク切りたそうですね。形としてはハクがいらない。まあ今誰かに統一の可能性どんぐらいあるかって今精査してますね。まあ、ただここは9-1としました。うん、こういうドラが自敗の時って、はい、役敗天敗天敗、ここはリーチに行った。さあシャーとトン、八百中杯2つあんこのリーチです。結構ドラがその八百中杯の時って、はい、ドラハイパイ統一だったら、まあ、リーチいけそうだったら問題ないんですけど、はい、いけなそうだったら単葉がで使えない分厄杯が欲しいんですよ。厄杯の統一があれば仕掛けられるんで、はい、なんで序盤に厄杯から切り出してる人って1球自敗がドラの時ドラ統一以上スタートがかなり少ないんですよ。よっぽど手が整ってない限り、はい、今回の捨て牌って厄牌からスタートしてるのは秋さん目線で他誰もいないんで、はい、誰にドラ統一以上でもおかしくないんですよ。うん、はい、その疑いが誰にでもかけられると。そうなんです、はい、なんでドラの白は切らずに渋々 9-1 切ったんですよね。うん、そういうところも判断してますね。これもし全員が厄牌からスタートしてたらもうドラの白 8で切ってましたね。うん、あったわけですね、はい、A が。あ、ここで数万となりました東。さあこれはリーチ1600の上がり、はい、東さん単葉の天牌取って、しかし宝珠となりましたね、はい、シャンポン天牌を取った東でしたが数万が宝珠となりました、はい、さあ2回戦オーラス南4局となります。親は今上がった川原、ドラは急走です。さあ川原加点できるでしょうか。浮き目前29,800点、良さそう。ん、後輩パイ、良さ、メンツ2つ、いいシャンテン。あっと、これは打点はともかく上がりはありそう。はい、まあ一上がりして3万点超えていきたいですね、はい、あ、いい789。秋は役も見える。ただ各社そこまで、悪いというか比較的みんな良さげ。そうですね、はい、全員に可能性がある。内田さんはまあこの点数なら浮きまで見たい、3900以上ですね、はい、東さんは浮きまで満貫必要なんで、まあ、無理そうだったらしょうがないかなって、もう受け入れるもありですね。さあ内田もただ浮いておきたい。さあどっちのくっつき残す、うん、川原分岐点、ここはウーマンを残した、はい、換算ピンが入った東、現状秋の一人浮き。これで内田さんは単葉に寄せていきますか。お、数万を切った、数万から総図で3面つの予定でしょうか。はい、そうですね、なるほど、パワー1とか引いて、はい、ん、あ、いやでもメンピンツも足んないか、うん、なるほど、イーペーコーとかも見てる、うん、なんかどっちでしょう、9番からで上の3色も見てる、良さそうでしたけどね、はい、これでマンズに K かかりますか、うん、もうこれ3着でいいって進行ですね。
もう2着は、2着というか浮きはほぼ諦め、ちょっと無理はしないということですか。はい、川原はスライド、まあ、内田さんもしかしたらね、今日の、今まで1回戦2回戦が悪かったんで、まあ、ここそんなね、なんか浮きとか頑張っても無理そうっていう、もしかしたらそういう気持ちもあるかもしれないですね。ちょっと耐え忍ぶ方向が、はい、さあ、秋さん、なんですか、はい、はい、このローピンいいですね。7、8、9の3色、はい、見切ればイーシャンテンな、もっとなんか形いい、イーシャンテンになるんですけど、はい、残すことで仕掛けが効くんで、こっちの方が速度あるんじゃないかっていう、はい、で現状天敗になりました。カンパーソー、はい、天敗なら天敗と。さあ、表示牌のパーソーは山に1枚、E ピン3枚切りなんで1通は無理ですね。はい、ドラドラリーチもあるか。いや、ただこれ、いやーチーピン1枚切れで急走チーピンって微妙で、はい、これチーソーのくっつきにシノースもある。あ、でもリーチに行きました。やや微妙ということでしたが、秋の選択はリーチとなりました。はい、一番強気な選択ですね。はい、チーピンは山に1枚、そして急走もいますね。ドラ1枚、東が持っているだけ、シャンポン二山十分すぎますね。さあ、これは出上がろうが、どっちを引こうが、一人浮き確定の大きな上がりとなる。だったらこの際急走を引いてみましょうか。そんな感じでしょうか。はい、これは9ピン9ピンになりそうですね。はい、川原リーチを受けています。親番でオーラス、いや、これ秋さんとしては川原さんのところに座ってるのが、はい、例えば中田さんとかだったら浮き目指してガンガン来るんですよ。なんでちょっとリーチしづらかったんですけど、はい、川原さんの心情としては、はい、ここで放銃して3着ないし4着に落ちるの相当嫌なんですよね。だとしたら小さくても2着で終わろうっていう、はい、沈みとはいえね、パターンがちょっとあるってことですか。はい、マイナスなんか数ポイントで、はい、終わるの川原さん、あなた十分じゃないですか。今日あなた2勝してトップ2個取ってるわねっていうことがあれば、はい、そうです、うん、3回戦終わってプラス40ぐらいで最終戦迎えられますよ、はい、どうですかと。ほぼほぼ原点のマイナスだったら、はい、なるほど、受け入れるかもしれないと。そうそう、その、それも加味してのリーチまでありますね。ちょっと今聞いてて鳥肌立ちました。あの瞬間でここまで、はい、いや多分、はい、本当にこの点数状況で親が中田さんだったらリーチしてない可能性結構あったと思うんですよね。なんかそうですね、もうポンポンチーチーやってくるみたいなイメージもありますし、はい、ただこの川原さんかつこのプラス44してるという、はい、今日の状況、はい、それ込みのこのシャンポンリーチ、要は街だけで言うと、はい、おっしゃってた微妙ってことですよね。まあでも十分ね、ドラドラで、はい、まあ、十分なんでね、リーチも闇点もどっちもある、まあ、リーチが普通なんですよね、はい、そもそも。それに加えてその追加要素、はい、があるからこその、はい、そうですね、まあもともとね、それがなくてもリーチしても全然普通の手なんで、はい、ではありますが、はい、さあ川原はそういったところ今その分岐点に立っています。はい、まあ粘れますね。まだ老僧が現物、チュンはションパイ、はい、ここは現物、いやいや引き気味になった、はい、いやこれ効いてますよ、やっぱりこのプラス44が、はい、そうですね、その、はい、今阿久津さんがこの指摘したその状況、はい、やっぱりチュン、チーソーギーリーチなんで、はい、チュンと急走のシャンポンとかでチュンで補充したら、はい、ラスまで落ちるじゃないですか、はい、リーチ、チュン、ドラドラとかになりますもんね。はい、はい、実際これ急走統一ですし、はい、はい、それが効いてる。そう思うとこのチュンもう中にしまってますよ、ご覧ください。はい、切りづらいんですよ、はい、奥底、手配の奥底に。もうシャアも5200じゃないですか、急走、はい、とシャアだったらションパイなんで、はい、シャアすら切りづらい。298から5200打ちたくない。そうなると3品で一旦しのウーピン3品いくことになりますか。もうオーリンも考えてますよ相当。ただウーピン3品使、まあ、とりあえず使うしかないか。あ、ここはウーソーとした、耐えた、はい、まだイーシャンテンの形は残しました川原、はい、さあ新しいものが通ってくれれば天敗への道も残しました。そして急走チーピンはまだ山、ま、チュンが通った。この川原さん、ウーソーは無筋だったんですけど、はい、ロウソーが4枚と見えたことで、はい、じゃあアキさんが残してたチーソーって何なのって考えたときに、
もうなんかパーソーも3枚見えてるから、もうこれ799しかほぼなくないかと、はい、ね、はい、っていうことですか、はい、ってことは9層となんかのシャンポン残り、もしくはそっちが埋まった、はい、が濃いと考えて、じゃあもうシャンポン残りだったらリャンソー当たんないからってことで嘘を切りましたね。あ、ただ天敗が、うん、いや川原さんもねその意味で粘り切ったんですけど、はい、取れませんでした。流局となります。技ありリーチと言っていいでしょうか、阿久津さん。はい、覇気の一人天敗。さあこれで3回戦が終了いたしました。トップから二階堂亜希、そして2着マイナスになりました川原、3着内田、4着東の並びで3回戦が終了いたしました。続いて最終4回戦です。